うん、回転する。ああ、R で始まるのか。やり直さないと。もう一度。先へ進みたいなら質問に答えなさい。あなたは誰？レールロードを探してフリーダムトレイルをたどってきた。敵じゃない。その話が本当なら恐れる必要はないわね。誰から接触する方法を聞いた？ドクターアマリから探す方法を聞いた。面白い。最後の質問よ。なぜここに？グリーンテック遺伝学研究所でコーサーを追い詰めて殺した。次はヤツのチップのコードを解読する助けが必要なんだ。何ですって？冗談では済まない話よ。パーティーを開いているなんて知らなかった。招待状は？コーサーを殺した人間を招待したのか。いいね。ディーコン、遅刻よ。この侵入者はコーサーを殺したっていうの？
一人で？本当ならグローリーにさえ匹敵するわ。驚いたよボス、彼は結構な大物だ。尋問が終わったならコーサー殺しの殺人マシンには礼儀正しくした方がいいかも。なんとなくそう思った。謝るわ。コーサーを殺す人間なら敵じゃない。私はデズデモーナ、レールロードのリーダーよ。なんとか解決できればと思ってる。手を貸すと私たちの立場が複雑になる。デズデモーナ、中に入れよう。彼は無傷のコーサーのチップを持ってるんだぞ。セキュリティプロトコルに反する。そんなのどうでもいい。彼はコーサーを殺した。インスティチュートの仲間のはずがない。私たちの本部に案内する。許可されたよそ者はあなたが初めてよ。持っているチップについては中で話し合いましょう。まだ楽しむ？まだ楽しむ？動くなよ、よそ者。ああ。動くなよ、よそ者。ボスと話せ。非常に繊細な作業になる。間違いにつながる動作が山ほどあって、一つのミスでデータを失ってしまう。幸いなことにその仕事にうってつけの人間がいる。やあデズ、何か用事？トム、ここにいる訪問者がコーサーのチップを持っているの。わお、本物？うわ、久しぶりだな。わかった。基本的ルールはこう。トムはあなたのためにコードを解読する。終わったらチップはこちらがもらう。断る。チップはこちらのものだ。連邦の他の連中にとっては、あなたが持っているものはせいぜい2キャップの廃品よ。我々が持てばそのデータの価値は計り知れない。ただで漏らすつもりはないけど、気が変わったらまた話しかけて。いや、決めた。あなたのためにコーサーのチップを解読するけど、その後チップはもらうわよ。いい？わかった。それで行こう。行くわよトム。奇跡を起こして。わかったチップ君。サーキットアナライザーを試してみよう。動くなよ、よそ者。よし、チップにアクセスした。アナログのコネクターにちょっと細工をしたんだ。なんだ？治療が必要なら見てあげるよ。動くんじゃない。まだ動いてる。まいったな。最後の暗号に桁数を追加してやがる。頼むよ、パターンを見せてくれ。どこにあるんだ？待て、キージェネレーターに同じ定数関数が。トムに時間をあげて、あのチップを解読するから。捕まえたぞ、インスティチュート野郎。捕まえた。トムに時間をあげて、あのチップを解読するから。そこの辺りを教えてくれ。よそ者。やった、コードを手に入れた。ホロテープにダウンロードするよ。よくやったわね、トム。この幸運が次まで続くかはわからないけどね、デズ。チップの残りの部分の仕事を始めましょう。それと、もっと一緒に仕事がしたいわね。興味があったら知らせて。はっきりさせておくけど、データを使ってインスティチュートに関する何かを見つけたときは、まずこちらに知らせてね。そうでないと、我々の関係が危うくなるから。
気をつけて。インスティチュートはどこにでもいるから。すみません。君が知っているより進んでるんだ。信じて。これから先もお互いに取引をするなら、同じ考えであることを確認しておく必要がある。人造人間が何かは知ってるわね。ああ、よく知ってる。いいわ。インスティチュートは人造人間を所有物や道具として扱ってる。なぜインスティチュートはそんな風に扱う？神の真似事よ。理解できていないものをいじくり回す。そういう高慢な連中だから、自分たちの製造品に人間性があることも簡単に否定する。まるで奴隷と同じだ。その通り。奴らの束縛から人造人間を解放する方法を探してるの。彼らに本物の人生を与える。一つだけ聞きたいことがある。仲間のために命を懸けることができる？その仲間が人造人間だとしても。もっと詳しく知りたい。直感で答えて。心の声を聞くの。人造人間を救うために危険を冒さなければならなくなった場合、それができる？同胞を守るために命を懸けると誓った。守る相手が人造人間になっただけだ。素晴らしいわ。あなたのような能力と信念を持つ人間を私たちはいつも勧誘する。でも今は新しいエージェントを訓練する時間がない。それでも組織のためにできることは他にもあるわ。私たちも力を貸すわ。詳細はディーコンに聞いて。言っていいわよ。ここから出るのが待ち遠しい。鳥肌が立つよ。